Got to be
自分の声がリバーブして皆さんも多分リバーブした感じ、湿気もすごかったじゃないですか、顔の中の湿気が、ね、もうね、もう曇っちゃって曇っちゃってね初体験させていただきました、ありがとうございます曇ってました、あの靴下も落ちてきたし皆さんこんばんは。どうも。ね、とうとう今年最後の、アルマジロビートナイトということで、12月は仮装の日という仮装の月ということでですね、皆さん仮装、サラリーマンの仮装の方もいらっしゃいますし、ね、あの、ね。サオリンは今日はあのジーニーですか、それはアグネス、アグネス、ジーニーなの、はいはい、なるほどなるほど、目が怒っとるし、ね、でところで アナ、はっちゃんの好きなアナじゃないですよ、何それ、あ、このアナじゃない、飛行機のね、はいはい、ということで、あーびっくりしたっていうね、下ネタかと思いましたけど、いや、ちょっとあの警告1ですから暴走してますねということで、今日いろいろね、はい、方々にあの、ね、後でコンテストもあるんですか、そうですね、はい、皆さんのね、から投票してもらって、はい、上位3名の方にはね、豪華な、豪華なっていうか、まあ、僕は見てないんですけどね、商品がないのかだって買ってきたの、あのサオリーなんかね、あの、ありますのでね、あのまた、仮装してる人、もちろん仮装してない人も含めてね、あの周りに今日どんなね、仮装してる人がいるかなっていうのをね、はい、頭に入れながら、そして演奏やね、セッション聞きながらね、はい、楽しんでいけたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします。では、あの皆さん、まあ、ご存知の通りね、あの今月のあの、ジョン・ジョイ・トリビュートでね、はい、アビロード50周年ということでね、アルバム1枚、やりましたが、今日はその再現ということで、あの決して使い回しはございませんけどそのまんまやないです、はい、あのベアーズね、オープニングが A 面を担当して、それから B 面はね、ラストステージにセカンドステージで、ね、セッションが終わった時にやりたいと思います、はい、で、その仮装のね、発表は、セカンドステージ始まる前にね、はい、やりたいと思いますので、ぜひね、お時間がある方はそこまで残っていてください、ね、ね、いろいろもらえますからね、ということで、3曲目は、ポーリーの曲、そうですね、ポールの、マックスウェル・シルバーハンマーという曲ですけど、ここで、皆さんに、皆さんというか、お一人誰か、ちょっと手伝っていただきたいなと、この、あの、サビのところで、ね、一回アコギ落として、これを、誰はっちゃん、いやいやいや、じゃあ、はい、じゃあ、ともちゃん、あ、違うの別に、あの、全然簡単ですから、あの、バンバンのところで、バンカンってやる、はい、じゃあ、3曲目いきたいと思うんですけど、こちゃんはなんかあのね、あの電池が交換してなかったっぽいよ、電池を交換してます、なんか成長が悪いの、壊れちゃったまあいろいろね、こう、トラブルはつきものですが、まああのあのトラブルといえばね、あのトラブル、こんちゃん今日本当はね、仮装してくる予定だったらしいです、あ、そうだね、そう、ひげを生やしてね、何の仮装をしてくるかってちょっとあの教えてもらえなかったんですけど、ひげ生やしたって2週間ぐらい、本物のひげを生やしたんだけど、どうでしたか、なんで剃っちゃったんですか、ひげの短いサンタクロースみたいだったなんで、思わん白かったもんだから生えてくるひげがみんな白かったもんだからあれこんなはずじゃないんだけど、カイトやリトがおじいちゃんって言いそうでそうそう、いや言われたしリアルな話でしたじゃあ曲ここで3秒ぐらい続けてね、はい、じゃあやりましょうかね、Well, medicine.
九。
チューニングかよ。いや、大丈夫です。我々がね、次の曲で最後になるんですけど、あのテーブルにね、じゃあそんなことでね、そんなことできんなセッションがあるんで、よろしくお願いします。チューニングするんじゃなかったんだ。終わったって終わったって終わったら終わった言えよ、お前。じゃあ見てねえじゃん。下見てねえから終わったって。今日はいっぱい初めての人がいる。あ、そうだ、こいつ来てみますから。ベアンがめちゃめちゃ仲の悪いバンドだけど、バレた、バレた。今日は初めて来ていただいているお客様、はい、そこ来て、初めてですか？初めて、初めてですね。どちらから？春日井市です。あとはいらっしゃいますか？初めての方。あ、そちらもね。どちらから？今の曲ちょっと照明を落とし気味で、こちら長くて、長くてから、京都、あ、京都から、ではね、今日はなんかドラムを叩いていただけるとか、後ほど、よろしくお願いします。じゃあそんなことでよろしいですか？またマスクかぶっちゃった。ちょっとヘビーな長い曲をいきます、ね。最後ですね。I want you.
ありがとうございました。じゃあ、セッションに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、もしもし、今日はですね、クリスマスということで、皆さんのね、テーブルにクリスマスケーキがなんと、来ることになっておりますので、各テーブルにおきましてですね、仲良く、分けていただけるようお願いいたします。全部で、6個テーブルの少ない、テーブルの人数が少ないところはいいですね。ここ5分になる。いつもいい人からご好意を受けているいい人からの、クリスマスプレゼントだそうです。ありがとうございます。感謝して食べたいと思います。よろしく。で、何もとも喧嘩のないようにね、仲良くね、キリキリして食べてください。じゃあこの後は皆さんね、いつものセッションで楽しくいきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。